さあやっていきましょう。本日も楽しくソウルキャリバーをやっていきましょう。楽しくっていうか息抜きなんですが、息抜きがもはや息抜きにならん息に入っているという、どうもアザラシです。別のゲームの編集作業をしててね、編集がどう考えても今日中に終わらんと、今日中に終わらんっていうか、もうこれはキリがねえなと思ったんで、このままいくと、このまま編集するよりもソウルキャリバー撮った方が早くねと思って、そういう気持ちでやってるんですけど、思いのほかソウルキャリバーもそんなに甘くなかったっていうか、マキシがそんなに甘くなかった。すげえ、すげえ勢いで勝ったな、うん、甘くない。ソウルキャリバーは甘くない、マキシはそんなに甘くない、まあ、初心者向けキャラだから勢いさえあればどんどん押していけるんだけど、勢いで押し切るみたいなところあるんだけど、その勢いがなかなかかなりこっちのこのプレイヤースキルじゃない部分での勢いが大きいから、適当に技が出てるんですよ。なんか繋がってるように見えて、これか、これだわ。オラオラ系、オラオラ系剣士まあ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 、こんなの序の口よ。2戦目までなんて、都合のうまくいくようなことはまずない。よいしょい、うまいこと入った。やっぱ軸かな、軸を奥とかにこう、すごいな、なんか技をこんだけ出し合ってるのに当たらないっていう両者。うい、勝った。今のが入ればほぼほぼこちらが、おい、すげえいいよ。正面から見てみますか、相手のプレーを、相手の側からね、最後のこう直線の突きがって言ったってな、直線の突きを軸のずらしによってかわしてるように見えるけど、あれだ、リザードマン強えわ。最初の3発がめちゃくちゃ持っていった、こっちの体力を、こっちから逆転できる可能性は、うわえげつな、今の下段だからな、あそこからの下段だからな、ういうい、強いやめて、キザードマンさんやめてください。ほぼ死んでたぞ、これは。うまいよ、なんかガードからのこっちの隙がおかしくね、こっちのは全部ガードされるんだけど、カーンで間に合うんだよな、なんか間に合っちゃう。うわー、危なーなんとか刺さった強いわ。さあ、なんとなくやってきました。なんとなくセルバンテスまでやってきた。投げるうわそれを敵がやっていいんか、そんな大技を
ええんかそれは。すげえよ、ほんとすごいよ今。あのガード深、ガードキャン、ガード深技をだな、コンマの見切りで。何秒とかいう単位じゃないんだね、コンマ何秒の軸ずらしで回避するっていうのは。たわ、ちょっとそれはちょっとずるいと思う、ずるいと思う、それは。ここでコンテニューキンを使わせてください。ここでコンテニューする、セルバンテスに勝たんと。男が上がらん、海賊男が。こんなあの、どっちも海賊なんだよな。船長か、一人は船長が、海賊船の船長対海賊船の乗組員が同じ船ではないとはいえ、負けるわけにはいかんのだ。勝ち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 、上げたら勝ち。すごいガードするもんな。そこまでガードしちゃったらもう泣きそうになっちゃうわ、泣いてしまうわ。タン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 。でもすごい押したね。今の気持ちいいだろうな。コンピューターがもしもプレイヤーだったらめちゃめちゃ今気持ちよかったと思う。こっちのガード負荷が華麗な潰して、ていていてい、コットン、なんかすごくすごくいい流れ。あ、アスタロス、アスタロスか。最後は私は俺が撃つ。やだ、虫が目、正直アスタロスには勝てるぞ。いや勝てんか。アスタロスからするとマキシは割と戦いやすい相手って言って勝った気がするな俺は。危ない、うわ。割と手も足も出んかもしれん。もう問題は相手の前にどう入っていくか。もう危なぁ。行こう、このまま行こう。うやぁ、危ない。うわっ、蹴りで入っていくしかないね。うぅ、よしよしよし、この蹴りで入っていこうとしてるんだけど、まああまり関係なかった。これでインフェルノが来る。さあ相手だ、さあ相手になってくれインフェルノ。負ける気はしねえぞ。さあ勝ってこい、ゲッグエ。割といけつないな。
したら、よい、うん、一連のダメージはすごいね。死にたくないな。また？まあ、ナイトメアはちょっとやりやすい相手ですわ。マキシからしても。今のはわざと。ガード、下ガードすればよかったんだけど、弾けるかなと。弾けんかと。そこまでの技量は。ロック。危ね。隙を見せたら負けるね。勝った。まあまあ。見せ場と。見せ場という見せ場はもうあのこちらのガード負荷をセルバンテスがコンマ何秒で受けたところ見せ場らしい見せ場なし。あ、どうした。うわ、ジャを滅ぼした代償は大きかった。へっ、遅かったじゃねえか。そんな嘘だろ。俺はここまでだ。それとキリマキシー。キリコは何も喋ろうとしなかった。シャンファも黙って立っている。風は吹き、雲はその形を変える。人々の営みなど知らぬかのように。楽しかったぜ。不意にその風が、雲が答えた気がした。